皆様、雨が上がりました。とは申しましても、お足元の悪い中、本日は専属学園音楽大学打楽器アンサンブル夏の演奏会にお越しいただきありがとうございます。私は本日の司会進行役、神谷桃子と申します。どうかよろしくお願いいたします。専属学園音楽大学打楽器アンサンブル夏の演奏会、昨年は本学バレエコースと共演させていただきました。そして今年は後半のプログラム、オペラ座の怪人で打楽器とミュージカルコースの皆さんとのコラボレーションをお楽しみいただきます。楽器だけのアンサンブルも楽しいものですが、こうしてミュージカルやバレエなど楽器だけではないさまざまな彩りをコンサートに加えていただくことができる環境は、我が専属学園音楽大学ならではと思います。今日の演奏会の前半にお届けいたします曲は、きっと多くの皆様がご存知のカルメンです。後半がオペラ座の怪人、オペラということで、何かオペラつながりの作品をという発想で選曲いたしました。専属打楽器コースでは、これまでに大編成の打楽器オーケストラによる世界の名曲を数多く演奏してまいりましたが、意外にもこのカルメンを取り上げるのは今回が初めてです。さまざまな打楽器による一味も二味も違うカルメン組曲、本学打楽器コース教員野本陽介による編曲は、本日の演奏会のための渾身の書き下ろし作品です。それでは演奏会の開幕です。本日の演奏は専属学園音楽大学打楽器アンサンブル、今日の打楽器オーケストラのコンサートミストレスは山口由香が務めます。演奏会前半のプログラム、野本陽介編曲カルメン組曲、お楽しみください。指揮は山沢博之です。